ジシファス、ジシファス、昇華に歌われた、水死栄の夏目の木夏目は、黒梅もどき花の落葉鉱木である。和名は夏に入って、芽が出ることに由来する。中国植物名は、夏目という。果実は乾燥させたり、菓子材料として食用にされ、また生薬としても用いられる。夏目ヤシは、ヤシ科の単子用植物であり別種。果実が似ていることから、英語ではジュジュブ。 または、チャイニーズデートという、南ヨーロッパ原産、中国、西アジアへ伝わり、中国原産とも言われている。日本への都来は、奈良時代以前とされている。落葉の小高木で、野生状態のものもあるが、ある時には栽培されている。日本では、古くから栽培されてきたが、現在では稀に庭などに植えられる。枝は、トゲが耐性するが、中には、 棘がないものもある。葉は小枝に誤生して、鵜状複葉のようにも見える。葉心は、卵形で落葉樹らしからぬ光沢があり、山脈が目立つ。花器は、初夏で、花は、単緑色で小さく目立たず、溶液に数個ずつつける。果実は、角果で、長さ2センチメートルほどの卵型か長大円形、または、休憩で、滑らか、1個の種子が入る。こなすと赤黒くなり、 次第に乾燥して、シワができる。同属は多く、熱帯から亜熱帯に分布し、夏目以外にも食用にされるものはあるが、夏目が最も寒さに強い。日当たりが良く、排水が良いところであれば、土質を選ばないため栽培しやすい。繁殖は未または株分けで行われる。木材としては、硬く、使い込むことで、色艶が増すことから、 高級工芸品等に使われている。その他、バイオリンのフィッティングにも使われている。比重としては、杖と黒炭の中間程度。日本では、果実を砂糖と醤油で甘露に煮し、おかずとして食卓に並ぶ風習が、古くから、日が地方のみで見受けられる。韓国では、薬膳料理として、日本でも知られる、サムゲタンの材料に使われるほか、砂糖、蜂蜜と似たものを、 ケチ茶と称して引用する。欧米には19世紀に導入され、キャンディの材料として使われるようになった。また葉に含まれる成分、ジジフィンは、舌で甘みを感じにくくさせる効果がある。寒カの砂糖漬けを高級の菓子として賞味する。夏目、または、その近縁植物の実を乾燥したものは、体操。種子は、酸素をひとしと称する気薬である。体操は、 果実が大きく、果肉が豊富なものを良品とし、種子が大きいものは自負としという。秋に果実が高褐色になった時にとって蒸した後に天日で乾燥させ。日本へは中国原産の薬用品を輸入している。体操には競争作用、鎮静作用があるとされる。甘みがあり、緩和、競争、利尿の薬として、漢方では多種の廃材があり。 発根油、甘麦体操油などの漢方薬に配合されている。生姜との組み合わせで副作用の緩和などを目的に多数の漢方法剤に配合されている。民間では筋肉の痛み、知覚過敏、咽頭炎に1日体操3から 5g を水300から 400cc で煎じ、3回に分けて服用する用法が知られている。ただし、胃の弱い人や 肝を持つ小児への服用は控えた方が良いという意見もある。この他、胃腸が弱っている時に起こる疲労検体や食欲、不振、冷え症、不眠に対する薬効もあるとされ、ホワイトリカー1.8リットルに夏目果実200グラムを入れて1ヶ月以上漬け込んだ夏目酒を就寝前にチョコ1杯を飲む。夏目には睡眠と関係があるオレアミドが含まれている。 酸素人には鎮静作用、催眠作用があるとされる。酸味があり、補正作用、抗生作用がある。酸素人流に配合されている。庭木や街路樹としても用いる。茶器にも夏目があるが、これは型が夏目に似るためである。ありがとうございます。